トレニオタは、ナバフルダク、ポドラシエ及びゲンリトアニアの公、リトアニア国王ミンダウガスの多いかつ彼に対する陰謀の指導者の一人である。ミンダウガス暗殺の成功後に公くらいにつくものの、すぐにミンダウガスの支持者に殺害された。トレニオタは、リトアニア国王ミンダウガスの姉妹の息子であるという、事実がわかっている。リトアニアジェマイティア年代記によると、 スキルマンタスの息子で、リューバルタスとピッシマンタスの兄弟がいたという。ブラディーミル・アントノビッチは彼を、ジェマイティアの支配者の一人と呼んだ。トレニオタは、リボニア王院年代記における1260年から1261年に、かけての出来事である、ドイツ騎士団に対するドゥルベの戦いの勝利において、ジェマイティアの軍勢の指揮官として、初めて言及されている。当時、 ミンダウガスは、リボニア騎士団及び、ドイツ騎士団によるリトアニアへの攻撃を避けるために、カトリックを受け入れて、国王として退官したが、トレニオタは、ミンダウガスの下で、ジェマイティア総督を務める一方、異教を信仰し続けた。ミンダウガスの回収にもかかわらず、リトアニアに対する攻撃はやまなかった。トレニオタは、ミンダウガスの側近の一人として、 ローマ教皇の同盟破棄と、ドイツ騎士団への戦闘の再開を説得させるのに、成功した。イパチエフ年代記によるミンダウガスは妻が死んだ後に、その姉妹ですでにナリシアの公であったダウマンタスの、妻であるモルタを強奪した話はよく、知られている。これを恨んだダウマンタスは、トレニオタと手を組み1263年に、ミンダウガスを、 その二人の息子と共に暗殺することに成功し、トレニオタが新対抗となった。トレニオタの支配は長くは続かなかった。すぐに、トレニオタは、権力をめぐって、ポラツクコータウトビラスと衝突した。この争いは、タウトビラスを打ち取ることに成功したトレニオタの勝利で、終わった。ところがすぐにミンダウガスの支持者たちがトレニオタの暗殺を企てて殺害した。 対抗医は、ミンダウガスの息子であるバイシュビルガスがついた。a b c d e f g 6 6 1 2 0 0 1 5 1 8 a b 3 2 1 9 6 8 a b c Z、1 9 9 5 8 1 6 6 4 8から649212005582 Z.12 ズビー1994 34から35ありがとうございます。